ご視聴ありがとうございます。ラーメン変人でございます。美味しいつけ麺をお届けできればと思います。この日は滝沢市の中華そば竹林さんで、すごく美味しい中華そばをいただいた後、盛岡市西青山にあります、ラーメンサンドさんに来ました。個人的に岩手最高のラーメン屋さんだと思っております。まあ、もう30回ぐらいで訪れております。はい、営業時間は11時半から15時まで、水曜日、第3火曜日が定休日です。はい、メニューとなりますが、鶏そば、比内シャムロック塩ラーメン、煮干しそば、塩ラーメン、中華そば、麺形はこちらです。で、炙りチャーシュー丼、明太子とネギのぶっかけ丼で、さらに今限定で昆布水つけ麺がやっております。で、またさらに、本日のみの限定ですかね、桜エビとトマトのクリームつけ麺であります。桜エビ、トマト、白ワイン、生クリーム、取り出しで、スープを取りましたとのことです。はい、限定の桜エビとトマトのクリームつけ麺であります。もうとにかく圧巻の美しすぎるビジュアルでございます。はい、スペック以前と同じであればでございますけれども、北海道産スーパーハリウダカ、北海道産ハリオホイ、岩手県産粘り菓子を、モンゴル天然由来乾水を使用ブレンドし、切りは16番手、で切り落とし、加水率は 38%、まあ、加水は変わると思うんですけれども、でまとめ上げる、まあ、純水を使用したスーパースペックスーパーブレンドつけ麺専用自家製麺であります。まあ、こちらも以前の情報と同じであれば、カゴメ昆布、利尻昆布、羅臼昆布とソーダ節を水出しして取ったトロトロの昆布水、スーパースペック自家製麺がこれに使っております。そして具材は、非常に綺麗なピンク色、豚ロース、低温調理チャーシューが2枚、そして三つ葉、メンマ、レモンでございます。はい、それで漬け汁でございます。先ほども申し上げましたように、桜エビ、トマト、白ワイン、生クリーム、取り出しで、スープを取ったとろっとろの漬け汁でございます。昆布水つけ麺に使われる麺とこのとろっとろの漬け汁、組み合わせが面白そうですね。まずは毎度のこと、麺だけいただいてみたいと思います。昆布水に使った麺だけをいただいてみたいと思います。綺麗にせり上げられた盛り付け、こちらを崩すかのようにこう、麺だけをいただいていきたいと思います。もう麺がすごく、麺肌すごく綺麗です。でやはりとろっとろな感じですね。麺の香りは誠に素晴らしい。持ち上げてすすり上げますと一気に消えてしまうかのごとくです。このぬめりと麺の香りと食感、喉越しを、楽しむ、麺だけのすすりでございます。いやー、本当に実に美味しいですね。なんか完璧っていうような感じでございます。で、昆布水つけ麺の場合ですと、こちらに塩や、添加柚子胡椒などを、つけて麺をいただくっていう感じです。はい、桜エビとトマトのクリームつけ汁であります。とろっとろであります。エビの香りが半端じゃありませんね。口当たりはとろっじゅるっとしており、濃厚な桜エビとトマトのハーモニー、そこに隠し味としてでしょうか、白ワイン、そして、まあ、生クリームをうまくバランスされており、下支えになっているのは鶏だしでございます。はい、それでは麺をつけ汁に、くぐらせていただいていきたいと思います。もう麺につけ汁がまといまくりまクリスティ、麺に絡むのつけ汁でございます。麺の香りとこの桜エビ、これを主体としたつけ汁、じゅるっとした濃厚なつけ汁を楽しむ、まあ、昆布水型桜エビとトマトのクリームつけ麺っていう感じですね。いやー、この組み合わせは面白いですね。いや、本当にまといまくりまくりスティ、つけ汁をすごくまとって持ち上げてくれます。
なのでどっぷりつけた場合と軽くつけた場合、この2つを基本的に楽しめますね。まあ、軽くつけますと麺の香りを、まあ、楽しめますしね。はい、多分こちらソーダ節でつけられたメンマです。シャキッと柔らかく、そしてコリッとした感じもありまして、まあ、こちらも食感絶妙であります。まあ、このレベルになりますと一つ一つの具材も完璧に隙がありませんね。一つ一つの具材も一つ一つ進化していきますし、もちろん醤油の場合だったら醤油のブレンド、塩だったら塩のブレンド、ベースの鶏だしの組み合わせ、比内地鶏とシャマオクの組み合わせのブレンドであったり、軽くくぐらせますと麺の香りと、この桜エビ、濃厚な桜エビトマトの感じが両方楽しめます。食べる時間は長くなりますけれども、麺量少なくやるパターンと麺量多く思いっきりくぐらせるパターン、この両方を楽しめましたね。昆布水に使った麺に、この、まあ、洋風といいますか、この組み合わせ、漬け汁の組み合わせは初めての経験でありました。これも合っているといいますか、面白いですね。新感覚でございます。結構サンドに通われている方には結構新鮮といいますか、新しい感覚のサンドのつけ麺だったのではないでしょうか。まあ、もうとにかくまあ、もうめちゃめちゃ美味しい、もう美味しすぎです。はい、それではこちら多分低温調理の豚ロース、チャーシューでございます。薄めで、結構大きいですね。で、ロースこちらのじっくりじっくりこう火入れされたロースの、肉のうまみ、そして脂身も楽しめて、まあまあ本当に低温調理らしく非常に柔らかい。このチャーシューはどの一杯にも合いますね。この昆布水をまとった麺のジュルと、この濃度濃密さ半端じゃない、漬け汁、このハーモニーが、ハーモニーがゆえにですね、この桜エビの感じが一気に鼻にぐわーっとこう上がってくる感じ、バランス考えられておりますね。このぐらいすすり上げましても麺量を上げましても緊張感がないんですよね。こう一気にいけちゃうような感じでございまして、まあ、それはこう口のサイズっていうのもありますけれども、一気にいけちゃうような感じでございまして、これだけ濃度の高い漬け汁にくぐらせましても全くストレスがありませんね。うまみだけ、うまみと香りだけを極端に言えば楽しめる感じであります。素晴らしい。まあ、普通昆布水つけ麺の場合は淡麗の醤油、淡麗の塩の漬け汁でありますけれども、この濃度がめちゃめちゃ高い濃密な、漬け汁につけていただく昆布水つけ麺、これも実に面白いですね。新感覚でございます。はい、では岩手、最高のラーメン店と個人的に思っております、ラーメンサンドさんの桜エビとトマトのクリームつけ麺でありました。で最後にレモンを絞っていただきました。もう絶妙な酸味が、すごくこの漬け汁とすすりに合っております。ツンとしたレモンの酸味が最後のこうフィニッシュになっておりますね。レモンをそのままかじって、思いっきり口の中を変化させても面白かったかもしれません。
いやー、初めていただきましたね、このトロトロの昆布水、これをまとった最高の麺切り場16番で、加水30パー後半あたりかと思います。この麺と、非常に、濃厚濃密な桜エビとトマトをクリームの漬け汁、普通あの昆布水つけ麺の場合は淡麗系の漬け汁につけていただくんですけれども、両方とも濃厚な組み合わせも、面白かったです。あのジュルが際立ちますね、すすりので、最後は漬け汁が少なくなってきましたので、こう混ぜそば風にして、独自にいただきました。独特のフィニッシュにしてしまいましたね。まあ、この上からさらにレモンを垂らしたり胡椒を垂らしたりしても、さらにあの変化を楽しめたのかもしれません。で、あの全体的に、あの全体的にこう塩分の感じはあの本当にあの絶妙で、香りを消さない感じで、まあ簡単に言えば、まあ、しょっぱすぎないので、最後までストレスなくもうガンガンいけてしまう、無花調無添加の最高の昆布水型桜エビとトマトのクリームつけ麺という感じでございました。どうなんですかね、この日のみの限定だったんでしょうか。ハッピーでございます。ありつけてハッピーでございます。で、帰りは奥州市の桜の湯に久々に来ました。いやー、癒されましたね。最高のデトックスでございました。ご視聴いただき誠にありがとうございます。これからも美味しいラーメン、麺料理をお届けできればと思います。よろしければチャンネル登録お願いいたします。